ガータータイプのストッキングパンティーストッキングストッキングとは、英語の講義では靴下全般のことであるが、競技では次のような意味がある。男性用ストッキング古代ローマ時代にウドと呼ばれる靴下があり、それが選手の長ブーツに合わせ長くなり、やがてストッキングになったとされる。当時、ブーツを履かずにストッキング姿の男は、 女みたいだと言われたことから、すでに婦人ストッキングも存在していたとされる。ナイロン製ストッキングは1937年に、ウォーレスカロザースによって発明され、1940年に発売された。極細のナイロンモノフィラメント繊維で生産され、爆発的に世界中に普及した。当時は、筒状に編み立てる技術がなく、縫い目かがりのある靴下として発売された。 後年に開発される縫い目かがりのないストッキングをシームレスストッキングという。ナイロンとポリウレタンイッで編まれたストッキングは画期的な新製品とされ、日本に上陸したのは1952年。当時は何も足に着用していないように見えるのが好まれず、国内ではあまり売れなかったが、後年には足首部分で編み地がたる醜いシームレスの良さが徐々に広まり、普及した。 2000年代に入ってからは、カジュアルファッションの流れから、素足の生足ブームが起こり、秋冬でも、そのような足元の女性が増加した。また、2000年代半ば頃から、レッグファッションが流行し、その相乗効果で、タイツやストッキングの着用人口も増えたと言われる。しかし、これらの増加は、数年しても1970年代から1990年代の勢いに及ばない。 16世紀中頃の室町時代の南蛮貿易の品の中にメリアスゴーズがあった。江戸時代になるとメリアス旅と言われるようになった。1969年には水戸光国の遺品の中から7足のストッキングが発見され話題になった。明治時代初期になるとメリアス店が誕生した。いわゆるストッキング専門店である。 1924年には人権ストッキングが登場した。戦後、1949年にはナイロン系ストッキングも生まれ、女性の社会進出を比喩する。戦後、強くなったのは女性と靴下であるというフレーズが流行し、ストッキングは女性の社会的地位の向上と強さの象徴となった。ありがとうございます。